誰かこの後来ますか？一応、なしまさん来てます。チンチロになるかな？じゃあ僕もチンチロさせに呼ぼうかな。え、スタッグ飛行場来れる？行きます。行きます、今すぐ。スタークゼットダークです。言いにくいよな。スタークゼットダークです。エスタークゼットダークネス。スタークゼットダークです。水が、本人も自分で言いたいなことないですか？なんて言ったかよくわかんない時ある。スタックゼットダークです。お前は誰だ、来たの。ディース勝負するか。ど名前を呼んだ。うも、エスターグゼットダークネスです。もう一回はっきり言うんだ。どうも、エスターグゼットダークネスです。言えてないな。もう一回だ。もっと早口で。どうも、エスターグゼットダークネスです。なんかったら終わり。すごいすぎる。おめでとうございます。こんな強かったんだ。イカ初めてだ、様俺こんな。え、なんで？僕だったら何が出てたか見とくか。見ましょう。何だったんだろう。まあ、僕がやっても勝ってたね、勝ってた。じゃあ、意味ないですね。いやいや、でも、しごろほど強くはないから。暇なし1000万かけてチンチロする？やりますか。エリア。ディア。じゃあ、251です。ありがとう。どうする？もう一回だけなら挑戦してもいいし、やめてもいいよ。どっちでもいいよ。あ、いいのね。もう一回だけ。わかった。デリア。おお、どう？家めちゃいい。これなんかさ、もうこれ固定なんだよ、形が。あ、そうなんだ。そう、あのスタッシュのこのこれら壁に埋め込んでやったわ。すごいいい、すごい気持ちいい。この上がちゃんと揃ってるの。いや、そうだよ、分かってんね。大きさ順もこれ。しかも、テレビでもわざとですよね、マクドナルドさん。これ探してたの。これさ、寝てる時にさ、寝返り打って目やったら気まずいから逆にした。いや、でもこれはすごく良きですよ。あ、よかったよかった。これそう、メガロ探したけどなかったんだよ。いや、これいい、いいですよ。あ、よかった、やる気出た。出た。よかったよかった。歪みです。オッケー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 。一応みんな飛行機に集めるからケツも集めていいよ。歪みって、なんかね、ギリギリまでいろいろ粘った結果歪みって判断だったから仕方ないよ。ありがとう、ごめんね。ペンギン隠すためになんかヘルメットつけてるな。これ、一生もらうんだよね、これつけないと。マジで。クリキントンみたいなのが出ちゃうんだよね。本当だ。そう、ここにあげてくださいって言ってるようなもんなんだよ。なかなか少なくないですか？あ、でもなんかね、変わったとか変わってないとか聞くから、ちょ、僕もね、中行ってないからわかんないんだけど。うわ、なんか浮いて出てきた。ああ、てか、沈んでたのか。沈んでたのか、これ。いけるな。写真撮れ。写真撮れ、写真撮れ。撮るな。写真撮れ、写真撮れ。これ絶対、後世に語り継がれる。写真撮れ。これ後世に語り継がれる。よし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 。オッケー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 。うーん、マルーさんやっちゃうんだ。返すわ。まあ、重いのかな、単純に。どうせここでマルーン殺してブラックマン取って逃げる。絶対ダメ。写真まで撮られてるしね、俺。証拠もある、証拠も。逃げれないもんな。逃げれないもんな。これが悪くなるな、あの写真のせいで。死んでる時にグレーの続きさして。記憶消すから分かんないから、もう丸。めっちゃいじれるやつだ。これを、カスタムしてほしくて、景品用に。ああ、もう本当ですか？そうなんですよ。もう、ビッグ鈴木以外には、どのメカニックも一回ずつお願いしてて。はいはいはい。そう、帰ってくるの、グランドオープン間に合えばグランドオープンの車やってもらう予定だったんですけど。ああ、すいませんね、ちょっといなくて。これお送りするんで、はい。あの、わかりました。お願いしていいですか？ちょっとじゃあ完成したらご連絡させて。はい、お願いします。いただきますんで。ありがとうございます。4567引ければ。ありがとうございます。いつもいるじゃないですか。毎日いますって。働きます？ここで。働きます？もういっそ。歪みやばいか。いやいや。あの、飛行の時めっちゃ歪んでた。グボスコ、あ、終わった。パスとは受けたんだけど。
まさきさんは？あ、ビップ切れちゃったね、僕。テストこんなんか、ポーメーターやったから切る。僕返せ。なんか聞こえるな。大丈夫？あ、痛いの痛いの、飛んでけー。最高だ。あ、元気になりました。あ、よかったよかったよかった。やられてんな。なんか、もう値段がさ、すげえ上がったりすげえ下がったり、本当に。まあ10、11ら辺に面接会はしようかと思ってる。はい。11はみんな普通にいる、ずっと。行きますね。行きます。まあ0時か8時かぐらいのゴールデンかぶんないぐらいにしようかなと思ってる。はい、一番折れるね。うん。じゃあ11のゾロ目の日に。11。あー、なんかめちゃめちゃいい。カジノっぽい。あー、いいな、響き。応募条件は白市民パス所有してるとかにすると思う。あー、賢い。便利だしね、今は。なんかね、箸のところに、なんかまともに開けれないですね、これ。買ってったんじゃないですか、今日も。撤退しちゃいますね。なんかそう、重なってないところが開けれるんですけど、そもそもこの運任せの状況で、こういう紙発生してるんで、これちょっと撤退します。 1.5 億チップ了解です。余ったエス回収して撤退します。1億5千万が回収。ウェスカーさんと話して、さっきで、その後から今ここって出るまでに20億減ったんですよね。13億負けてて、取り返したやつも勝ちに含めるんであれば14億5千万勝ち。いや、でも、うん、取り返したやつをプラマイゼロまでしてプラス 1.5 億したってことですね。そうです、そうです。いや、大勝ちじゃないですか。大勝ちか。1億5千万すごい勝ちですよ。大勝ちだよな。そうですよ、すごい勝ちですからね。またいつも来てください。ちなみに、なしまさん大丈夫ですか？何がですか？カジノ。あ、カジノまだ10億以上残ってますよ。本当ですか？もう出禁した方がいいですよ、私。あ、いやいや、全然全然全然。遊べるうちに遊んでくださいよ。最近なんかめっちゃ勝ってるんですか、もしかして。最近勝ってます。いいじゃないですか、今までの分を。いいですか？でも、多分、これで本当にきつくなったら、市長に一回まとまった金額借りて、掛け金下げるとかするんで。大丈夫ですか？ええ。あ、そんな勝ってるんですか？勝ってます、ね。プラスいくらぐらいですか、最近は。いや、プラスどうだろう。2、30億いってるかもしれない。おー、めっちゃ勝ってる。もう、掴みました。掴んだというよりも、粘りがちですね。ああ、30億勝ってるんですか？うん。まあ、とはいえ、やっぱね、ウェスカさんいてもらわないと。本当かな、大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。しまさん、本当に。私、毎日来ますよ。出禁食らわないと、これ。だから、もちろん、なんか、あんまりやったら。うん、いや、でも、出禁にすることあるのかな？ね、はい、もしもし、なしま。なしまさん？はいはいはい。カジノの家って売ってます？部屋。売ってますよ。もちろんですよ。買います。おっと、いいんですか？はい。そこまでおっしゃるな。ちょっと。買わしてください。なんか、申し訳なくなってません？なんか。ちょっと申し訳ないです。いや、でも、多分ですけど、僕も考えてたんですけど、はい、僕市長に25億返してるんですよ。はい。で、今残り10億以上残ってるんで、うん、カジノの収支としてはまだプラス30億くらい出てるはずなんですよね。僕がオーナーになってから。本当ですか？そう、どうやら。うん、でも買わしてください。ちょっと、不動産の方に一回相談して、はいはい、どの物件が用意できるか確認して、またじゃあ連絡してですか？わかりました。もしかしたら明日になっちゃうかもしれないですけど。ああ、わかりました。そうですね、ありがとうございます。じゃあまた連絡します。はい、お願いします。はい、今夜あの壁の下怒ってるんですって。聞こえてますよ、まだ。あ、すいません。はい、まだ聞こえてますよ。もう世界重いんでね。なんでこのハリボテなの？うん。ずれちゃってるから後で直すんだけど。絶対エスタークじゃん、これ見たのあるの。あ、そうだよ。エスターク、犬っぽいのが俺のこれしかなくて。え、ここにいない？あ、イヌルリや、これ。そう、これイヌルリ。まあ、ボスモチーフ。香水を？これ、一応、ベニさんとかそっち系。あー、なるほど、そっち系やめて。おやすみ。おやすみ。桃は？桃、安城。まあ、ぽい。アンナル。これ。ツッキー。なんとなくアボ。あー、アボもいいね。なんかアボ。アボっぽい。ツッキー、アボ、ナス。これヘルアンやね。ああ。感じで
RB イヌル、なんでイヌルリ？なんでイヌルリなのね。この前あの、うん、イヌルリの銅像が置いてあったのよ。うん。前の家はね。うんうんうん。ちょっとその名残。これ。猫マンゴー？うん、そうここはねよく最強の二人を置いといた。ああ、ボスと。そう。どれ右は。え？うん、猫マンゴー、猫マンゴー。ああ、猫マンゴーとボス。そうそうそう。これは S。 え、僕はてか、セルーは、まあ、セルーの兄弟だからさ。一緒にしたんだ。僕は待っててね。これでもいいぞ。どれ？あの、机の足元の水色。待って、落ち着け。ごめん、悪かった、悪かった。冗談だよ、冗談だ。いっ、ん？当たった今足に。ここ隙間あるやん。あ、いや、まだハウジング途中だった。じゃあ、寝るわ。おやすみ。じゃあね、犯罪者。おやすみ。モンドデートしようぜって言ったやつだったな。白井さん生きてるか死んでるか見てあげていただいてもいいですか？時間があるんだ。そう、5時までサーバー閉まる時間が。ガチしたかもしれなくて。もう1時間行ってデートしよう。俺犯罪しないと。無理、デートして1時間。やだよ、お前と。いつも私のことをさらけられてに。あいつ、そぶらでマジでクソガキだよ。いや、なんでいつも私のことさらってくんだよ。好きだから。番号教えてください。送りますね。もうすぎます。76。キモいか。息抜きに練りバイト募集。もう少ししたらいけるかも。少ししたら行きます。うん。行けまーす。一人だけでいい。脳内映像見てる。あの。あ、いいなー。ごめんなさい、私。好きな人ができたんです。何見てる？なんか。私が好きなのは、なじまかなさんなんです。俺もない、もう。帰ろう。ステージ帰るぞ。ステージ帰ろう。帰ろう。帰るわ。間違えた。本当にとんでもないものになっちゃった。なしまさんと久しぶりに喋りたいんで、シーカ絶対行きます。10分後ぐらいです。あざといわね。大丈夫、こういうの何にも思わないから。一人でいいんだもんね。ほんと、よかった。電話してるから言うけど、俺言われたら、あ、俺に気があるんだって思っちゃう。シーカなんて誰にでも言ってるだろ。誰にでも言ってるよ。あのめげつね、許さないわ。真島さんに色目使って。僕の周りそういう人多いよ。マジ？うん。いいと思う。おばさんとかもね、よく大好きって言うんだけど。マジかよ。多分あの、誰にでも好きって言ってるタイプの大好きな、そんなに愛情表現じゃなくて。ああ。いるじゃん、そういう人。いるね。許せへん。あ、引っかかるタイプ。うん、もう許すことはできへん。振り込みました、プロキン。そういう女の人多いよね。多いね。なんでなんだろうね。うん、なんかどう効率よく生きていくかを考えた結果気づいたんじゃない。ちょっと怖いよ、その言い方は。ちょっと怖いよ。あ、ごめん、ごめんね。よかった、偏見です、これ。オーブラーズだから偏見ですよ、偏見ですよ、これ気をつけてください。あの、本意ではない、本心ではないですから。皆さん騙されないで。このストグラという世界では、そう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 、そうですよ。そう、それぐらいじゃないと生き残れませんから。びっくりした。え、大丈夫？あ、こんにちは。こんにちは、すいません、電話してました。誰か来たの？シャンクスさん。なんて？あ、いや、特に会話はしてない。お互いには気まずくなって。あ、何？さん、どこ行った？向こうも同じ目的？多分そうだ。びっくりした。びっくりした。これさ、電話しながら薬作ってんの、うん、本当リアルだよね。うわ、こんにちは。うちの衛星でなんて呼ばれてるか知ってる？え、あだ名ついてるんすか？うん、28ネキ6212 63、うん、18、うん、64
28。あんまり倉庫版とかやらせない方がいい、もしかして直後何も言えない、そう呼ばれてるよ。何を言ってるか分かんないですけど、まあなんか作戦通りっすよね。やっぱキャラ立てないと。何言ってるか分かんねえな。オールインでみんなね、みんな個性強いじゃないですか。私薄いんでね、ちょっと個性薄っ、濃いけどな。そうっすか、じゃあ濃いのかもしれない。最近どうっすか。ちょっと待って、鬼の子捕まった。捕まったって、そっちも捕まった。黄色い花で鬼の子今捕まったらしい。え、了解。警戒すべし。ありがとう。あ、もしもし。会いたいなーって。もうだるいだるいだるい、もうわかんねん、流れで。流れでわかんねん。会いたいなー。流れでわかんねん。今どこいるの。流れでわかんねん。もう本所から電話、もうここから30分。本所いるの。本所から伝送絶対に。じゃあ本所の入り口貼っとけば来る。いや誰誰も寝る、ここで寝る、もう。ナズピもだけどね、本人に言ってるけどナズピもだよねこれ多分。いやもうな、もうまあ ね今から行くね。行かないで、行かないで。まあ、あの北のコンビニの生成所にいるの。あ、もうもしもし。しもしも、お前許すわけないからな。今どこ？うん、今ね、迷子になってる。どこでどこでどこで行こうか。今はね、7286にいる。7286だから本所まで行くから。本所まで来る。うん、待ってる。本所まで来て何する。え、それも遅いよ、襲いかかるで。遅い遅い。罰金1000万なんて怖くないからな。言っとくけど1000万なんて怖くないからな。うん、分かった、待ってるね。連れてってるから待ってるよ。なんか赤ちゃんみたいなやつから電話かかってきた。赤ちゃん、うん、バブバブ言ってんすか。はいはい、あたしメリーさん。あら、今コンビニ生成所の上にいるの。あら。じゃあお家に帰らせてもらうよ。それじゃあまたね。もうやめなさい、あんた謙虚なんて。いや謙虚はまあでもね、あのナシノさん、うん、鬼のネネの先生みたいな感じだと俺は捉えてるから、うん、一応優しさで教えるんだけど、うん、謙虚する10分前にマルン先輩がこれからパトロールするわって言ってたらしいですよ。あ、なにツイックスで。いや、なんか本人に言ったっぽい。まだまだ。で、縄を積んでるから、ちょっとこれ教育の問題じゃないですか。ね、嘘で言ったらこっち時間取られちゃうだけだからさ。ああ。たまにいるんだよね。本当に何も気にせずそういう嘘つくやつ。そうだよね。そうだよ。今週来るって言って来ないやつとかいるもんな、これ。そんなんついんの。ああ、いた。僕今、プライベート番号だったから分かんなかったんだけど。今週ぶち飛ばすために今、買ってるよ、道具。買ってる。買ってる。本当に。マジ待ってた方がいいよ、本書で。オッケーオッケー。え、マジやっちゃうよ。いいの、マジやっちゃうよ。よくはないな。警察やっぱ舐めてるわ、鼻取ること。今からアルファで警察署突っ込むわ。じゃあ分かった、俺戦闘機で突っ込むわ。お前今から行くぞ。今から行く。屋上か駐車場か選ばせてやる、どっちがいい。オッケー。あの、ちょっと待って、今いないから。ナスピー、今から来るらしいから本所帰ろう。屋上と駐車場どっちがいい。え、それはさ、飛んでくる爆弾みたいなやつ。うん、いや、わかんないけど。じゃあ、まあ。どっちかだけは選ばせてあげたい。屋上で。屋上ね。屋上で。屋上でお願い。屋上立っとく。これ残り10分で大丈夫か。大丈夫だ。むしろ残り10分だったら向こうも捕まらんないよ。そうだ。嘘。発進！発進！お、なんか、コックピット全開じゃないか。ちょっとやばい。コックピットが閉じない。俺ワンチャン脱出してみようかな。いや、ありありあり。高度400まで来た。よし、行くか。行くぞ。本所どこだ。本所どこだ。いますか。本所発見。突っ込む。待って。え、死んだ。うまくいってないんだけど。やー、場所惜しかったなー。ちょっと、すいません。練習してたら事故っちゃって。あとちょっと、すいません。
ちょっと待って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 、まだ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 、これは始まりに過ぎない、始まりに過ぎないか、オッケーオッケー、あ、これは始まりに過ぎない、オッケーオッケー、こっからなんか起きるの、こっからまだ起きる、ちょっと待ってくれ、オッケーオッケーオッケー、起きた、こんなん来たぞ、やばい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 、すいません運転ミスっちゃって、おお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 おなあまあなあ、予告あったからな、これインパンとしてくる、え、予告何のことだい何のことだ予告って、ちょインパンとしてるからね、ありがとう、タブちゃん、ミコダにひどいことされた、何された、なんかすごい煽られた、薬関係で友達が捕まってさ、うん、ひどいよって言ったら電話で笑いながら、うん、ミコダって人とナズピって人にすごい煽られた一生懸命生きてるのに煽られた、あー、その名前なしもわからね、サブロが怒っといてあげる、起こしていいのか、待って待って、どうしてる、もう一人そういなくない、これで許して、起こしていい、これで許して、一発殴って、うん、これ、え、もう一人見つかないんだよね、あれ、え、もう一人も見つかなくて探したんだけど、え、戦闘機待ってね、やばい、もう一人見つかない、いや、僕もしかしたら一人かもしれない、え、もう一人来たって、全然、あ、なるほどね、あ、ナシモさん、あれだ、あの、無免許だけ切っとくわ、あ、OK、無免許だけ切っとくね、ちょっと暇だから殴り合いして帰ろうかな、じゃあ、あ、やる、うん、ちょっとナズピも呼んできてよ、オッケー、ナズピー、ちょっとナズピから、ん、殴り合いしよう、やだ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 、殴り合いしよう、な、やだやだ、この人に勝てたらエグいで、何、この人に勝てたら最強だよ、やだもうやだやだ、いやだって10歳だからあんま変わんないで、ちょっとさ、ミコだ、離れ、やだやだやだ、触んないで、やだやだでーや、行った方がいい、やもうね、もうなんか、階段からこけてた、そうか、積み木が、そう、最近は最近、うん、最近は部署だったり部署じゃなかったり、それには階段に転んだんだって、階段で転んだんだって、あのね、3時から5時は大丈夫そうなら、大丈夫ですか、大丈夫そう、みこた時間ない、やろう、会長の趣味、よーい、スタート、僕新しい技覚えたんだ、それはブギウギ、あ、ダメだ、うわスタンした、なんでお前のカウンターそんな強いんだよ、なんでだろうな、気づいたらスタンしたって一発もらったら、泉さん帰った方がいいっすよ、お家に帰ってもいいっす、それ、うん、明日ダウンしたまま起きましょう、その人、おやすみな、明日からちょっと都合がついたらここら辺で飛行機の訓練してるんで、4時50分頃いたら気にしないでください飛行機の訓練してるだけなんで、やめようかな、迷惑やな、毎回無、あ、でも警察署、上も警察署内に入るらしいから、2回目はちょっとね、もう怪しくなってくるかもしれない、大丈夫、もうどこまででもごねる、お前たちここスタート大丈夫なのか、うん、まあ困ることないよ、まあまあ、うん、ここで寝よう、みんなで、どうも、一日お疲れ様、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 え、マシオさんがやったんだ、これは、あの、エンジン止めればいいけ、止めるって、ほんと？ほんと？ほんと？止めた大人のっていうか、ちょっと大きいんかと思っちゃった自分も恥ずかしいよバンさん、なんだ、なんだ、バンさん、ちょっと大きいのかなと思ったの、大人のって言われたら、バンさん？前後わかんないの多いよな、そうなんよね、需要ないかもな、そうなんだ、じゃあでも、取っといたらいずれ、どうした、逃げろ逃げろ逃げろ、今すぐ逃げろ、いずれ使う、いずれ使うことが来るかもしれない、今需要なくても、あ、助けてあげてるのか、急にその布みたいに、そうなんよね
紛れ込んでる、なんか紛れ込んでるけど気になる。なにこれ、連れ出したクソを見捨てるから。行くなら行くよ。行くの？行く、行く。行かない。おい早もこせ。来てます来てます、ドローンも来てます。はい、早もこせ。優しいなクザも。優しい、聞いたクザの優しいから、行くなら行くよ、行くの行くのねみたいな。ん、どうした、逃げろどうした、どうしたんすか。え、友達よ。結構怒ってるけど、怒ってるよ。あ、まあ友達だからね、友達だからね、今照れてるだけよこいつは。ああ、じゃあ、ああ、じゃあ行ってらっしゃい。ああ、うちの人が首です。なんで性癖で人を判断するんですか。おかしくないですか。性癖で判断するのおかしくないですか。それを表に出さなければいいじゃないですか。出てるやん。ロリコンだって思うだけならセーフでしょ。出てるよ。お母さんだって思うだけならセーフでしょ。お母さん身に性を感じたっていいじゃないですか。表やねん、別にここは。なにこれ。何を奪う。何今の。何出るわけでもないのに、なんで俺がそれに合わせて出ないといけないんですか。策的壊されたら言うってことだから。もう一回ほら、これいないってこと。あの UFO キャッチャーのぬいぐるみもらった、ボスが取った。それ俺が羨ましがってるわ。これ動揺してます。思ってんの動揺してます。思ってんの。いやー、別にかもね、ボスが、ね、別に。じゃあナリエルはこれね、青いのくれました。ボスは俺のこと命がけで助けてくれました。命かけてくれました、ボスは俺に。ボスは物じゃなくて命をかけてくれました。ボスはオールイのためなら命かけて守ってくれます。ボスが、僕一番最初にもらったよ、ちな。誰よりも先にもらったよ、そのぬいぐるみ。はい、ジーズイー。え、ボスに助けられたぐらいでウキウキしてんだ。ボスのこと助けたことある？